始まるよ。
popcorn. We can have trees and cut them down.俺の歌が天才的だってことはみんなも知ってるよな。俺はこの才能を自分一人のものにしとくのはもったいないって考えたんだ。そこでみんなにみっちり歌を教えてあげようと思う。歌手になろう。世界的アーティスト郷田武史が親切に指導します。ジャイアン音楽院、ただいま生徒募集中。君の入学待ってるぜ。漫画セリフ大賞大募集。漫画のドラえもんの吹き出しに面白いセリフを入れるコンテストだよ。応募された作品の中から優秀賞を選んでこの見るドラジオで発表します。さらに優秀作品にはドラジオオリジナルグッズをプレゼント。さらにさらに優秀作品は僕たちが実際にアテレコして発表します。応募は下のボタンをクリックしてね。みんなの面白作品待ってます。私はな、ママも限界だよ。ドラケ、ドラケ、ドラケ、ドラケ。ライチュウさんの作品。今年はな、ポケット禁止。ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。川崎しなさんの作品。今年はな、僕の性質が布に格下げされるんだ。ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。マグロさんの作品。今年はな、続きはウェブで。ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、
ややドラウケ。第1回ドラえもん漫画セリフ大賞 B 部門優秀作品。スジャータユウヤさんの作品。もうあなたが急に引き出し開けるからバレちゃしょうがないわ。ゾー！ドラケ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 ！エイシャさんの作品。ドラ焼きにします、お風呂にします、それともあたし。ゾー！22世紀伯爵さんの作品。ドラコデラックスと呼んで。ゾー！ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。フラワーさんの作品。ちょっとどんだけ。ゾー！ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。ドララさんの作品。ドラジオ見て、ねえ見て。ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。ヘドウィグさんの作品。ハグしちゃおう。ゾー！ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。キイチさんの作品。背中に氷入りまーす。ゾー！ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。カシミヤさんからの作品。ゾーブセンの女子高生のモノマネ聞いて。ゾー！ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ、ややドラウケ。
をご覧の皆さん、こんにちは。今度ドラミちゃんの声を担当することになった千秋です。私はずっとドラえもんが大好きで、理想の男性のタイプはって言ったらずっとドラえもんって言っていました。それがこんなにお近づきになれるとは思ってもいませんでした。妹だけど、これからも頑張ります。ドラえもんチャンネルをご覧の、ドラえもんチャンネルをご覧の皆さん、のび太役の大原めぐみです。いつも応援していただきましてありがとうございます。皆さんのおかげで、やっとというかもう1年過ぎました。ありがとうございます。たくさんの、いいスタッフさんや、声優さんたちに、面倒を見ていただきまして、やっとここまで成長することができました。これからも、頑張りますので、楽しく見ていただけるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。さよなら。何ですか。ドラえもんチャンネルをご覧の皆さん、源静香役の加賀津由美です。スタジオの雰囲気はとっても和やかで、いつもお菓子がたくさん山のようにあります。まさびちゃんがやっぱりいろいろ地方に、イベントに行ったりした時とか、お土産買ってきてくれたり、私も、静香ちゃん役をやってから焼き芋ものにスイートポテトとかそういったものにちょっと目がないっていう感じで、美味しいお菓子があったら私も買っていっちゃったりするので、いつも美味しく、楽しく収録してます。静香ちゃんは、とっても素直にマイペースに自分の思うまま、生きてる女の子だなと思います。でもとっても優しく、のび太さんのことを思ったり人を思いやりながら、でもマイペースは崩さないっていう、時々原作を読んでいても、もちろんテレビシリーズになって台本読んでからも、時々ブラック静香ちゃんが登場するんですけどそんな、ちょっと、そんなこと静香ちゃんがっていうような、一面も見せるので、そんな静香ちゃんも私は大好きです。5月になって誕生日を迎える静香ちゃんですが、いつまでも年を取らないみんなのアイドル静香ちゃんでいたいと思います。これからも新生ドラえもんも1年ちょっと経ったわけですけれども、長く長く愛されるドラえもんを私たちも頑張っていきたいと思いますので、ホームページも充実してることですし、これからもどんどん応援してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。スネア役の関智一です。はい、ということで、ドラえもん、リニューアルしまして、ようやく1年が経ちました。ありがとうございます。もう僕もね、他のメンバーと同じくドラえもん子供の頃から、ずっと見続けていたファンの一人なので、新しいドラえもんのメンバーに選ばれてとても光栄です。ありがとうございます。さあ、最初はね、みんなも緊張してたんですけど、だいぶ慣れてきまして、今はすごいチームワークで、仲良く収録進んでいます。間もなく劇場版のドラマも公開されてるんですね。このこれが見れるときは、のび太の恐竜も公開されまして、はい、いかがでしたか。楽しかったですか。私もです、一番最初に見た劇場版の映画のび太の恐竜だったので、それに参加できるというのは夢のようで第2作目、またね、続くことを皆さんの応援で、実現したらいいなと思いますので、どんどん応援よろしくお願いします。
僕も頑張ってスネ夫のような、ゴージャスな男になれるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ではね、これからもドラえもんよろしく。バイバイ。スネ夫でした。ドラえもんの声をやっています水田わさびです。皆さんいつも応援ありがとうございます。来年はですね、いよいよドラえもん映画のび太の恐竜が上映されます。やったー。私も頑張りますんで、皆さん楽しみに待っていてください。それからもちろん毎週金曜夜7時ドラえもん、これからもずっと見てくださいね。よろしくお願いします。よだって。俺ジャイアン、6月は俺の誕生日だ。のび太、プレゼントは用意してんだろうな。忘れたら承知ないぞ。僕がジャイアン役の木村昴です。なんと僕もジャイアンと同じ6月生まれなんですよ。これからも皆さんに愛されるジャイアンを演じていきますので、よろしくお願いします。